はい、それではスタートします。じゃあまず、大まかな形を見せていきますが、基本こう丸みたいな形で、で、まあ、ちょっとまあ、こういう鼻、口元がちょっとまあ、こう前に出っ張ってる。まあ、ちょっとなんですかね。よし、前に出てる。で、そこに、って感じですね。で、まあ、ちょっとここに出るかな。はい。で、ここ、耳もちょっと傾き。まあ、若干、顔が、写真の方向でちょっと傾いてるように見えるんですけど、まあ、その傾きっていうか、まあ、意識しながら、まあ、目だったりとか、意識しながら。かな。そうですね。で、ここら辺に。で、まあ、位置を決めるときとか、まあ、形につながってくるんですけど、まあ、ちょっとこういう縦をこう、よくまあ、こう、マス目状のものを意識して、例えばまあ、鼻は、描いたんですけど、その鼻の位置に対して、例えば目がここら辺にある。で、この縦の中で、そうですね、ここら辺かな、とか、そうですね、ここら辺に、目があって、みたいな。まあ、基準に対してこの位置だったりとか、まあ、全体に対しての目の位置、まあ、例えば何対何とか、距離関係は横、こっちが大きさ何割と、こっちが何割ぐらいかなっていうのを、なんですかね、目で測るようなイメージで、描いていく。形を取っていく。やっぱこの目で測るっていうのはちょっとやっぱ訓練になっちゃうので、どんどん描いて、いっぱい枚数描いてっていうとこあるんですけど、やっぱりその、なんですかね、基準、大きさ、この大きいものに対して、顔の丸に対して、どれぐらいの位置に、どれぐらいの大きさのこの花があるかとか、そういうものをこう意識しながら、てかこう、目で測りながら、描いていくっていうイメージですかね。はい。で、そうですね。で、特にここなんですけど、わかりやすいところ。丸は丸なんですけど、この写真。他の動物とか多分あると思うんですけど、こういう丸は丸なんですけど、ただの丸じゃなくて、なんか角っていうんですかね。これだと、まあ、六角形みたいなイメージですかね。角を、見つける？どこら辺に、こう、多分これ角、多分こう中、なかったんですかね。この毛の中を想像していくと、なんかこう、頬骨の位置があったりする場所だったりするんですよね。こことかも、なんか骨が突出してて、硬い、なんですかね。すぐ皮膚の下にこう骨があったりとかして、結構その形の変わり目っていうんですかね。にがこう角っていうんですかね、こう、骨のが隠れてる、すぐ下に隠れてる場所が、こう骨、こう形の変わり目だったり、になってたりするので、そういうところを見つけると、ヒントになるっていうか、まあ、その骨格、僕は全然その骨格とかは、そんなにわかんないんですけど、その骨のこの角の位置で、例えばこの虎らしい骨格であったりとか、あとまあ、なんか猫科でもまあ、そういう猫の、同じ科で、猫科だと思うんですけど、虎って。
でも、虎らしい骨格の位置だったり、あとまあ猫っぽい骨格の位置だったり、多分違い、若干違ったりする、たりするんですよね。その違いってちょっと難しいですけど、まあなんかその、骨の位置を探してみるっていう見方もすごく参考っていうか、手がかり、まあ参考、手段としてはすごい手がかりっていうか、まあ、見方、いい見方になるので、形の違いを見つける。なので、そういう骨格を探してみるっていうか、骨を意識してみる、骨を探してみるっていうところは、ちょっと手がかりになるといい、なんですかね。らしさを見つけるにはいい方法になると思います。で、なんか、わかるんですけど、まあ、あとは、まあ、骨だけじゃなくて、まあ、ちょっとなんかこう、虎の唇はちょっと黒いなとか、なんか黒、うん、黒ですね。なんか写真を見る限りは。多分、そうですね、黒い。で、こことか、こういう毛並み、毛穴が並んでる。横にこう、並んでるみたいな。ただ、ランダムに毛穴があるんじゃなくて、こういう、なんか横に並んでる。これは多分、他の動物とかもそう、共通する部分だと思うんですけど、まあそういうところを見つける違い。はい。ですかね。で、まあ、こう、さっき言った、こう、胸の位置っていうのは、必ずこう、一つじゃないので、こっちとか左右に対して、まあ、頬骨の位置とか、多分ここら辺にあるんですよね。ちゃんとその、左右ついでっていうか、目を片方だけこう、意識高くなって、両方こう、どういう位置関係かなっていうのを意識しながら、比べながら、左右を変えて、っていうことになりますね。あともう時間が、いろいろ説明してたら、時間がなくなってきましたね。時間がないので、もうちょっと、制限時間が、ちょっと書くことに集中しようかな。また後ほどポイントをちょっと説明させていただくので、解説させていただくので、そこの最後の方というか最後のこの後の、まあちょっと動画っていうか、動画の部分もぜひ見てもらいたいなと思うんですけど、今回というか今ちょっと急ぎます。で、左右に対して、ここの何ですかね、頭を左右、まあ中心から左右で分けたときに、やっぱこう模様も、なんか左右、対称、まあ、悩み方としては対称ですね。細かくは多分、まあ、全然、まあ、違ってたりすると思うんですけど、なんかこう、模様の流れ的なものは、まあ、なんかこう、左右対称っぽいな、みたいな。そういうのをこう、見つけて、書いていく。多分その模様の流れが、模様の、そうですね、模様の流れが、その虎らしさだったりとか、まあまた別の他の動物らしさにつながっていくので、これもやっぱこう発見というか、目を描いてるんですね。あと残りちょうど1分ぐらいですね。時間はないですね。で、こういう僕がここで紹介してる、まあ、虎を例に挙げてるんですけど、虎以外だったりとか、まあもちろん人間もそうだし、植物もそうだし、こういうなんか、共通することなので、ぜひ、何ですか、他の動物にも、動物を描くときも意識してっていうか、やばい、時間がないっす。
はい。まあ、ちょっとだけ。ちょっと本格ね。ちょっと時間がオーバーしちゃったんで、ちょっと一回もう少し、あと、ちょっとだけ書いたやつを、また、この後、またこう、なんですよね、解説します。ここで、じゃあまあ時間が来ちゃったので終了しますが、もう少しちょっと、まあ、2、3分くらい書いたやつをちょっと、解説しようかなと思いますので、はい、一旦ここで。はい、一応こちら、まあ、結果的にちょっとオーバーして、まあ12、3分くらいになっちゃったんですけど、まあ、こういう感じになりました。で、今回の、まあ、形を取る上でポイントっていうのは、まず、まあ、大まかな形を捉えるんですけど、その中でちゃんとしっかりこう、角を探す。その、丸は丸でも、なんか、ただの、ほんと正円っていうのはないので、ここ、まあそういう、ここだったら、まあ僕だったらこう、角を見つけたんですよね。で、それに対してこっちの角も意識して、まあ、ここら辺かなっていうことで形を、両方でこう、まあ、ここら辺多分、頬骨がある。まあ、そういう角。で、ここ、ちょっとこう、写真だと平べったいとか、ここら辺にもこう、角があったりとか、まあ、模様が結構手がかりになったりするんですけど、あと、骨。ここ、多分、頬骨がここら辺にあるんだなっていうのを意識して、そういう形を意識していくってことですかね。あとは、まあ、ここ、まあ、口元もちょっと、なんかちょっと縦な、まあ、箱っぽいのがこう、前に、ちょっと出てる、顔の前に出てるっていう、ですかね。あとはまあ、最初撮るときとかは、まあ、僕鼻を最初に基準として考えたんですけど、まあ、例えばこの鼻が、この縦に真上に、こう見ていくと、これ、まあ、何ですかね、目があるとか、あと、こっちの目は、ここら辺からこう、縦と横の位置関係を、こう、マス目状にちょっとこう、見る。そうすることで、こう、なんですかね。ただ単純にこう、視界が狭くならずに、広い範囲で全体の中の位置関係をそれでよって、こう、マス目っていうか、こう、水平垂直を意識することで、見ることができるので、こうバラ、全体統一感が出しやすいので、まあ、できるだけこう、水平、まあ、縦、このまま、これの上はどういうものがあるかなとか、こっちの横をずらしていくと、まあ、ここら辺に当たるなっていうのをこう、意識してっていうか、見ることができます。で、まあ、あとはこう、何対何かなみたいな、まあ、なかなかね、最初は難しいと思うんですけど、顔、まあ、ここの例えば範囲だったら、これに対して、まあ、中心に当たるようなところは、こっちがいくつで、こっちがいくつとか、まあ、ちょっと真ん中じゃないですよね。ちょっとこう、写真が、斜め、何度、ちょっとずれてるような写真なので、ちょっと顔がね、こっち向いてるなので、少しこっちに寄りになってるんですよね。またこれがこっち寄りすぎちゃうと、どんどんこう、横側、真横側に近づいていくんですけど、これが、まあ、この中心の位置が、まあ全体の横幅に対して何対こっち、左右は何対何かなと。あと縦とかも。あとまあここだけでなくて他のところも何対何かなっていうのをこう、なんとなくこう意識しながら書くと、まあ素早く、形が取れるようになります。これで、また、訓練なので、全然センスとかじゃないので、そういう見方を、この、書きながら、クロッキーっていうか、こう、スケッチの中で書きながら、こう、探していくことで、そういう力がついていくので、ぜひ、こういうことを意識しながら、まあ、短い短時間でいいので、どんどん、こう、枚数を、好きなものを書いて、訓練して、身につけていってほしいなと思います。はい。今回は以上になります。またちょっとね、書きながら解説だったので、まあ、手が進まなかったりだとか、あと、ここ何言ってんだろうみたいな感じがわからないとか多分あると思うので、そういうところはちょっとコメントをいただければなと思います。
またね、次回もまたこういう感じで、絵が、まあ皆さんがこう、絵が苦手な人でも少しずつこう、うまくっていうか、こう自分が好きな絵、楽しく描けるように、ようなこう、アドバイスじゃないですけど、コツみたいなもの、描き方みたいなとか、そういうものを、今後また、配信、お知らせしていくので、また、次回もよろしくお願いしますというか、また、ぜひチャンネル登録、いいね、お願いします。今回は以上になります。ありがとうございました。